回は皮膚筋膜の、障害ですね。こういった滑走障害と筋肉、これはねどういう関連があるのかということについてお伝えしたいと思います。もう本当にね、皮膚や筋膜、いわゆる表層組織というやつですね。この表層組織と痛みというのは、私が就職した当時、本当30年も前になりますけど、その当時はほとんど言われることはなかったと思います。しかし最近では本当に筋膜とか皮膚とかそういった障害、これによって痛みを起こしていることがかなりあるということが分かってきました。そしてこういった場合、これまでも第三水準の評価を通じて筋膜の痛みというのをどうやって検出するのかということを皆さんにお伝えしてきましたが、実際に皮膚や筋膜の表層組織の問題と分かった場合、治療として何をすればよいのかということ、これをね、皆さんにお伝えしたいと思います。一つは徒手的な操作ですね。徒手的な滑走操作によって皮膚や筋膜、こういったところを滑走させていくということ、これはね結構大事だと思います。でもね、私は今からね話すね、こっちの方が大事だなと思っているのは、筋の収縮を促しながら滑走を進めていくということはもっと大事だと思っているんです。それをね説明するのに、この図を見てくださいね。この図を見ると、この青い部分ですね、青い部分が筋膜のところになりますね。この表層の部分の筋膜、また筋と筋の間の筋膜ね、また深層筋膜、深層筋膜ってありますけど、それぞれの筋膜が、筋肉が収縮をすると滑走が起こりますよね。ここ大事だと思いませんか。だからターゲットが決まったら、そのターゲットの下にある筋、これをね長い距離収縮短縮とする、この収縮を行わすというのが結構大事だと思っているんです。例えば上腕二頭筋の表面の表層組織が障害されていたとしたら、最終域まで収縮してその後ストレッチング、最終域まで収縮してストレッチングという形で、最終域まで収縮した後に慎重に持っていくという、この流れを作れば、それぞれ表層組織とその下にある筋がかなり長い距離を滑走しますよね。これが滑走障害を改善する一つの、ポイントになると思いますので、この表層組織の場合は特にこれ重要になるので、ぜひ皆さんも試してみてください。